月曜日9時を回りました。はい、レイブフロムショー、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、なんか余計な声が入ってますね。聞こえてますね。明けましておめでとうございます。久しぶりの登場ですよね。久しぶりですよ。そうですよ。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。佐藤大臣。はい、佐藤です。どうも佐藤大臣です。明けおめ、まあ。明けおめでございますね。インターフェムのリスナーの皆さんにはもうおなじみで、まあそうですね、ラボンミュージック、はい、もう何年目にあります。何年目？四年目とか。だからもうすぐ200回なんですよね。あ、そうか。そうなんです。数えてるのちゃんと。数えてる。いや、それはあのスタッフが数えた。はい。200回目のゲストを誰にしようかって言ってこの間話してましたんで。本当？はい、そうですよ。覚えてないんですか？全然覚えてないです。片っ端から忘れてますよ。あ、まあまあね。忘れることが幸せの秘訣ですからね。そうですよ。そうなんです。苦しくなるだけですから覚えていくと、ね。そうですよ。まあ、年明けまして。明けまして。ね、いかがですか？何ですか？いやいや、もうね。年末は？年末年始はね、うん、スキー、あの上越の方に、ね。スキー。うん、なんですよ。この風貌でスキーでございます。俺さ、だからそのいやしたことなかったんですよね。うん、初めて。今年で2回目です。2回目。娘と去年初めてやってみて。うん、なんでまあ、ずっこけたりしながら、今年は娘はもうね。なんか上手に滑れるようになり、あ、パパより上手い、パパよりパパはまだ止まれない、曲がれない。楽しかったっすよ。止まれないスキー。もうか、あの雪の壁に激突して止まるって、ね、楽しいんですよ。この風貌でね、止まれなくてドーン激突してたら周りも楽しいでしょうね。周りもね、最初恥ずかしかったんですけどね。え、スキーとかウェアはレンタル？レンタルして、紫色のやつをレンタルして。そう、なんかあれですね、プリンスみたいですね。紫いや楽しかったですよ。止まれないスキー楽しかったですよ。止まれないスキーね、まあ、気をつけてくださいよ。いや、そう、怪我したらさ、タイジさん本当ライブがたくさんある人ですから。まあ、まあ確かに ね、まあ足の骨ぐらい折っても大丈夫です。大丈夫です。足は大丈夫です。腕とか指とかね、やばいです。それはやばいでしょう。全然大丈夫でした、ね、だって雪ってはふわふわじゃないですか。まあ、ふわふわでございますけどもね。全然大丈夫です。これ大丈夫なんだと思ってさ。いや、ふわふわだけど相手もいますからね。そう。あ、そう、人に向けてはそこはね、なんかなんとかなりましたよ。なるほど。うん、気をつけて、ね。楽しかったっす。なるほど。ございますか。まあ今日はね。デーブは？あ、デーブさんは？デーブはもう普通に仕事ですよ。あ。もう31日1日とお疲れさんでございます。まあジョーさんと先週はカウントダウンをね、カウントダウン CD ねやらせていただいて、トークみたいなのやりましたけどね。お疲れさんでございます。この関係ないですからね。まあそうですよね、まあでも逆にお仕事がある方が嬉しいじゃないですか。あ、まあ確かにそうかもね。そうなんですよ ね、何もないとね、本当に僕なんかだって2日の日なんて、3日の日か、はい、あの番組にちょっと乱入させていただいたんですけど、ここに来るまで一言も喋らなかったんですか。レジで買い物して、うん、ストローお客さんいりますって、いらないです、なんでお支払いします、パススイカで、それだけしか喋ってなかったんで。あ、なるほどね。まあ、本当にそういう、まあ、寂しい、ね、寂しい感じ。頑張ろう、頑張りますよ。頑張ろうよ。横溝、いや2019年は頑張ろうと。頑張ろう。もう今だからその、ね、あんまり語れないんですけど、デイズジャパンが大変なことになってるね。まあ、そうですよね。本当頑張っていかない、頑張っていかなきゃいけないなと思って、ね、今日はタイジさんからなんか幸をたくさんいただいて、幸をね、はい、あるかな俺。大丈夫かな俺。幸多そうじゃないですか結構。そうか、うん、そうなのかな。いや、とりあえず大変だよ。大変ですか。大変なんだよ。でも、ね、いつも笑顔に溢れてますからね。いやいやいや、もうそれ大事じゃん。笑ってねえとやってらんねえよ。ああ、そういうことです。ライブ演奏もしてくれるという、そりゃそうですよ。ギターも用意してますけど、ありがとうございます。いいまずは、はい、番組アンケートの方行きたいと思いますけど、トシヤとヤマトさんからのリクエストにちょっとお答えしようかなと思って、うん、先日からZOZO タウンの前澤社長が投稿をリツイートした人100人に100万円をプレゼントする企画がリツイート記録を更新する、盛り上がりを、見せていますけど、皆さんは100万円をお年玉でもらったら何に使いますか。青、すごいですね。本当、それすごいね。100人に100万円って全部いくら、いくら、1億だよね。1億、そうか、でもそこに、まあ、ZOZO タウンですから1億ぐらいなんてささっと、まあまあね、そんな、そんななの、まあ、小銭でしょうね。
いや小銭なの一応小銭この人にしたら小銭です、まあまあ、そんなに持ってんの持ってますよ持ってるでしょマジかだってね月に行くとか言ってんですよそうですよ、球団買うとか言ってるわけですからそりゃそうでしょ余ってしょうがねえんだでも逆にその1億 で、ね、あいろんな人がZOZO タウンのことを宣伝してくれるわけですからあまあそういうことすごい、まあ、ある意味余計にある意味余計にそれはそうですね 俺は今年の目標は、妻に車を買う。おなるほど。じゃあ100万円お年玉で、その100万円もらったら、もう100万円分買います車を。なるほど。うん、自分で一切使わない。なぜ？なぜ？なぜ？なんかまた。なんか。いや違う違う。何を言ってるんですか。ごめんなさい。違いますよ。プレゼント。あの。うち車1台しかなくてうち車1台しかなくてさ、かみさんも仕事するじゃん、はいはい、するのね、でかぶった日とか大変なのよなるほど確かに大変ですよね大変だからやっぱこれ、やっぱかみさんに車買わなきゃまずいっていうね、そうなんだよね、そうもう今年の目標なんですよ。あそうでございますか。もうぜひあのそれ リツイートさせていただきますもうぜひもうね、ZOZO タウン万歳っつって素晴らしいな、ZOZO タウンね。ZOZO タウンって何なの。いやそうだ俺もよく分かってない。よく分かってないな。洋服を買えるサイトですよ。サイトですよ。店、ね、店じゃないんですよ。もう通販専門のネット通販、アマゾンみたいなもんだよ。アマゾンの日本版の洋服だけ。洋服だけ。なるほど。ありとあらゆるブランドが素晴らしい。バーっと買えるんですよ。ありとあらゆるブランドの、まあ、ほぼほぼ全部買えますよね。あ素晴らしいね。でもともとさ、前澤さんってあれでしょ、バンドマンかなんかでさ、でそのバンドの、あのまあ自分がいたバンドだったか応援してたバンドだったかの解放とかを作ってたんですよね、インディーズバンドの。でそれがをネットでやるようになったりとかして、そこからノウハウを蓄積してってみたいですよ。それで月に行く。行くんですよ。ゴリちゃん。そうですよ。なるほど。だから我々とて月に行けるかもしれない。月の裏側。横水さん100万円どうします？どうします？俺はねえ、やっぱりその社会で困ってる人たちに。そうなの？いっぱいいると思うよ。いっぱいいますよ。いっぱいいるもん。困ってる人、まあ。いやいやね。たくまでもセコハラで困ってる人たくさんいますから。本当たくさんいる。まずは賠償こら。こら。まあまあでも。なんだよ。まあ自分に使いますよ。何半分は自分に使う。自分の何に使うの。なんだろうな。とはいえね、あ洗濯機がちょっと最近調子悪いんで。現実的。洗濯機買おうかな。ごめんな。ごめん。もう本当つまんない。デーブ。旅行行きます。旅行ね。ああどこ。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 100万あったら結構いけるね。メキシコ。ああいいね。あったかい。メキシコみたいな。辛いし。辛いあったかい。そういうとこ行きたいですね。いいね。というわけで100万円落とし場もらったら何に使う？1、自分に使う。2、人のために使う。3、実は高額当選したことがある。わお。あるの？ない俺。そんなアンケートでいきたいと思います。了解で。分かりました。自分に使うか人のために使うか。タイさんは2ですね、だからね。人、まあ妻のために。奥様のために使うとね。ということで、浸透しないで。いやいや、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。また来たわ。さあ、タイジさんはなんか、もう明日明後日イベントがあるんですか。そうなんですよ。あのね、その宣伝に10日。そう、10日。ええ、まず10日。うん、10日って何曜日？木曜日。そうですよ。木曜日になります。今週の木曜日です。そう、元住吉パワーズ2でね、キャッチャーダイナマイト。っていうイベントで、これね、あの私と元スーパーバタードッグの竹内智康と、それと元シアターブルックの吉澤ダイナマイト .jp、この3人 で、ダイナマイトさんはも元になっちゃったんですか。これあ、いやシアターブルック元ですよ。実はあの、まあ、最近もよく一緒にやってるんですけど、やってるんですけど、ですけどあのあ元メンバーだったっていうこと、元メンバーだったっていうことなんで、でやっております。うん、おいでですね。はい、この3人で。この3人で、どういうイベントになるんですか、これ。生かしたやつらが国産音楽で踊るファンキーダイナマイトパーティー、ということでございます。なるほどね。ね、国産あの日本の音楽ですよ。まあ、吉澤さんは和物ですからね。和物のね、はいはい、和物レアグルーヴで。例えばどの辺なんですかね。まあでも山下達郎さんでありますとか、あとあれですよ。まあでも多分微妙に昭和歌謡とかも入れてくるんでしょうね。昭和歌謡的なのが入ってくるでしょうね。でも昭和レアグルーヴ。なるほどね。あ、これ行こうかな。例えばどうですか。え？テレ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 。
あれね、スピニングトーホールド、これとかね、ちょっとちゃんとタケと2人でツインギターでやろうかな。これは盛り上がりますね。これをね、ちょっと宣伝しに来ました。なるほど、ありがとうございます。これ場所が、うん、元住吉のパワーズ2つってね、はい、あのね、あのとてもいいライブ小屋なんですよ、うん、俺よくやってんすけど、うん、あの元住吉にね、もう何年ぐらいなのかな、でも10年ぐらいになるかな、うん、スタートは8時になりますね、はい、ね、スタートは8時になります。オープン7時、スタートは8時、うん、はい、ね、前売り3000円、当日3500円となっております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの10日木曜日です。今週の木曜日、もうすぐですからね。すぐですよ、これ皆さんね、これ楽しいっすよ、これ。これはね、まあなんかこう年明けバッとね、盛り上がりたい人は、ね、そういうことですよ、はい、これフライヤーいいでしょ。フライヤーいいですね、これね。これいいでしょ、これいいです ね、 こ の、 ね、この昭和感がたまんないですね。昭和感がね、もうね、なんか植木仁とか出てきそうな感じ。そう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 そ
そうかもしれないですね。いいね、クレイジーキャッツ、はい、シアターブルックの方が1月26日、はい、そうなんでございます。これは土曜日になりますね。そうです、うん、これはあの吉祥寺のスターパインズカフェっていうところでね、うん、最近ね、はい、そのいわゆるシアターブルックの昔のアルバムをね、まあ、まるまる自分たちでそのセルフカバーっていうのをやっていてですね、はいはい、で今年はですねこの1月26日って俺の誕生日なんですよ。そうでございますね。52歳、52になっちゃいましょう。52でまだ生きてます、すいません。いや52は生きてるでしょ。生きてるんですけどね。生きてるんですけど、はい、これでね、はい、これでまあそこでそのシアターブルックのシアターブルックっていうアルバムをやるんですけど、うん、これがね最大の難関で、ほう、いやライブでもほとんどやってないアルバムですし、だこれをねちょっと頑張って、うん、自分たちでもう一回ね練習し直してやるっていう1月 なんでこのシアターブルックのシアターブルックを今回やろうとしたんですか。いや前回ね、順番でいくと前回そのシアターブルックのシアターブルックっていうアルバムの予定だったんですけど、はいはい、沼澤さんがリハが少ねえと、なるほど。これあのアルバム大変だからちゃんとリハーサルしないと無理だからっつって、急遽できるもんじゃないと、そう、これでちょっと予定変更して、そうだったんですね。で今回に今回リハをみっちりと満を持してのこれはでございます。誕生日だし、そう誕生日だしね、52歳だし、うん、失敗はできねえなと、できないなということでね、というわけで、そうそうそう、ちょっとね吉祥寺スターパインズカフェ、はい、こちらはスタートは7時土曜日ですね、うん、オープンが6時、スタートが7時、うん、前売り券4,000円、当日券は4,500円と、うん、なっております。スターパインズカフェ、はい、ぜひ吉祥寺、うん、ぜひ佐藤大治のバースデーを祝いながら、そうです、はい、チョコレートが好きです。あ、チョコレート おねだり系ですねこれね。チョコレートとシャンパンが好きです、ね、あ、そうですか。だから、まあ、ぜひ会場に行かれる方はね、チョコレートとシャンパンを持ってね、シャンパンが大好きだよっていうことでございますね、っていうね。はい、すいませんね。いいえ、もうそんな今年はなんかどんな年になりそうですか。そうよ、いやどうなんでしょうかね。俺は勝手に思っているのは、うん、ちょっとやっぱこの、まあ、中津川、まあ、毎年やってるじゃないですか、あそこをですねもうちょっとやっぱそのアート寄り、うん、今年はもうちょっともう早めから言ってるんですけど、テーマとしてアート、ミュージック、チルドレンっていうね、うん、このその三本柱を、ね、アートってどういう、いやだからもうアートですよ。造形、絵であるとか、その造形であるとか、前衛アートとか、もうとにかくアート全般をもうちょっとそのもっと仲間になんないといけないなと思っていて、多少ありますよね。多少あります、うん、ライブペインティング、うん、やりながらライブペインティングしたりとか、ライブペインティングとかあるから、もうちょっとだからもっとそういう系をもっと、うん、もうちょっと増やしたいなと思っていて、そうそう、ほんであとキッズエリアもねもうちょっとねもっと子供の秘密基地みたいな感じにしたくて、うん、とかね、いろいろ考えておるわけでございます。はい、はい、今年はもう中津が日にちは決まってるんでしょうか。決まってるけどまだ言ってないよね。まだ言ってない、まだ決まって、まだ言えないけど大体決まっております。まあまあなんとなく9月のその辺ってことですよね、まあ、最後の方ってやつ、ね、でだと思いますよね、うん、ですよ。まあ毎年その近辺でございますからね、はい、まあでも本当にね、ほう、そのフェスがいろいろね、うん、乱立してる中で、うん、まあ、中津川っていうのはそもそも太陽光でやるというコンセプトがしっかりあって、はい、そうやね、うん、まあ、プラスそのアート、うん、ここをやっぱり融合していくっていうのは僕はすごくいいですよね、大事なのかなと思いますよ、うん、まあ、他との差別化も含めて ね、本当そうなんですよね、うん、大阪も万博またやんねやろ、原曲やるんですよ、岡本太郎おらんのに、そうね
ね、そういやだからだからまあなんかこうあれですよね、うん、最近日本っていうのは必要ないものにすごい力入れようとしてますよ ね、うん、ね東京オリンピックしかりねオリンピックしかり、うん、万博しかりなんか、ね、なんかいやそこなのかなとは思いますけど、ね、だからそのまさに太陽の塔って、はい、あの前回の大阪万博っていうのは、はい、あれ進歩と調和っていうのが確かタイトルだったと思うんですけどね、どであの岡本太郎という人は、大体進歩なんていうものはろくなもんじゃないっていう、いいね、だからまああの時偉かったと思いますよ、国もね、うん、すごい予算をあの岡本太郎にあげるというドンって出したもんね、そうそうそう、うん、だからある意味ちょっと博打に近いというか、そうだね、岡本太郎は完全にこう進歩なんかするもんじゃないという、もっとそうじゃない世界を描きたくて、あみんなが進歩を競ってるわけでいろんなパビリオンは、うん、でも、うん、岡本太郎はそれをこう凌駕する、うん、なんか人類の神話みたいなものを描きたくてあれを作ってるわけですよ、なるほどね、だからその芸術には、うん、科学技術とかそういうものを超えた大きな神話があるっていう、うん、でもそれはもう絶対そうなんだよね、そうだからそこがさ、うん、完全に今日本には欠けてるわけじゃない、欠けてます、だそれはあのやっぱ多分やっぱその、まあ、フェスとかやってる連中がなんかそういうのをさ、うん、ちょっと盛り上げていかねえと、うん、多分届かないんだよね、そう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 、うん、なんていうふうには思う、ね、なるほどね、うん、じゃあ今年も中津川はまた、うん、楽しみで、ゴリ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 ってよろしくお願いします、はい、ます去年は地元のね、あの阿波踊りでしたっけ、あそうですよ、バンドみたいなユニークなことをやりましたでしょ、いや、もうあれちょっと頑張ってますから、面白かったですけど、まだ活動もちろんですよ、まだ番はない、まだ番できてない、これからレコーディングもうまだ、まだスケジュールできてないからもうちょっと早く出してって言ってんだけどだ あれでグラミーを狙うわけですよ、狙ってますよもう、ね、やる気満々っすよ、ね、俺まずは盤を作んないと、ね、まあまあそうなんだけどさグラミー取ったらもう奥さんの車すぐでしょ、あーでもお前それすぐじゃ今年の目標だもんだって、あそうかそうかそうか、今年妻に車買わないといけないからさ、そうかそうかそうか、そう あの誕生日に車でもいいですよ皆さんみたいな、うん、誕生日ねなんかもういらねえやこの車、大事やるよとか、なるほど、あったらぜひ、一台ねトラックあるんだけど、あそう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 、トラックは無理トラックありますよ、トラック隣だよ、ね、あれはでも機材とか乗りますよ、機材いっぱい乗りますよ、いやいやいや俺がそれ俺かトラックそれ大さんがトラックでしょ、俺がトラック運転できっから俺、いや現場行くのかっこいいと思いますよもうこうやって回すよキャッチャーダイナマイトは今週の木曜日です、うんうん、です、場所が元住吉パワーズ2、 Yes、 そしてシアターブルック、うん、Play That Funky Music Again、yes、 ボリューム6、こちらの方は1月の26日、うん、Yes、 タイジのお誕生日、そう、吉祥寺の方でスターパインズカフェで、うん、行いますけど、せっかくギターを持ってらっしゃる、はい、ということで、あ来ました来ました、何曲か何曲か本当に本当にそんな感じ、お好きなようにそうです、やった分だけお客さん来るかもしれないですよ、まあいいですか、ちょっとじゃあこれさ、まあ、1月の10日これ やんないと思うんだけどやんないからこそここでやっといて、ここでやっといて、だって1月10日はこれもう本当にあの山下達郎であるとかその辺のカバーもんばっかりでいくから、なるほど、ね、そう俺あの大地さんの持ち曲なしでお願いしますって言われて、そう言われちゃったの完全封印なんで、あそうなんです、そうなんです、なのであのその日できない曲を今日やっときます、はい、やり散らかしてください、ファンキー最高責任者、ラジオの前の皆さんこれねついてきて歌って、ウォーワ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 
せろ一人ではできない、当たり前だけどみんなで心を合わせるだけさ、oh yeah、 今僕らは愛し合ってるかい、オーマジさんファンキー最高責任者、はい、歴史上たまにある世界を救うモチベーション、来ているはただのある、おー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 カモン、満場一致なのさ、戦争はやめてくれ、愛と平和が最高、踊らせろ一人ではできなかった、当たり前だけどみんなで同時に動かすだけさ、 yeah、 今僕らは愛し合ってるかい、本物さんファンキー最高責任、はい、おーおーおーカモン、おー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 、俺はギターを弾くぞ、やるしかなかったんだ、みんなが一つになれるパーティーだぜ、yeah、 いや僕らは愛し合ってるかい、本物さんファンキー最高責任者、ファンキー最高責任者、僕らは愛し合ってるかい、本物さんファンキー最高責任者、本物さんファンキー最高責任者、
わおおわおおおおおわおお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 いや、いいね。ツイッター盛り上がってますせ。よかったよ。ツイッターでもみんなウォーウォーウォー、マルジさんとかね、ホニャララさんもウォーウォーウォーってツイートしてくれてますせ。さすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。よかったよかった。10日、うん、&1 月26日、ライブがあります、はい、ブログの方にもリンク貼っておきますので、うん、ぜひともチェックしてください。木曜日の方は元住吉パワーズ2でキャッチャーダイナマイト、うん、1月26日土曜日の方はシアターブルック、吉祥寺スターパインズカフェでライブがあるということなんですけどね、はいはい、そうでございますね。いや結構ツイッターでタイジさんやり散らかしてください、引き散らかしてくださいっていうのおかわりリクエストも来てますよ。おかわりリクエスト、いいの、おかわりしちゃっていいの。いもちろんですよ。もちろんです。マジですか。そりゃそうですよ、はい、あら本当本当に言ってる。いや本当、いや本当本当に、ひできさんいいね、引き散らかしてくれーて。あら本当、じゃあ引いちゃうわよ。ジンギスカン斉藤さん、ライブを日本フチクチにいるみたいだぜー。おーやー、そうかそうか。今年一般詰めのフチクチはいつなんだっけ、15です。え、今週、今週、来週、来週です。来週か、来週だね、はい、来週の火曜日、火曜日になります、うん、はい、ゲストは誰か、ゲストはね、決まってます。ただいま絶賛ブッキング中、ただいま絶賛交渉中、交渉中です。まあ、あれあるパターンでございます、ね、あるあるパターン、はい、大丈夫です、大丈夫です。素晴らしいゲストが、そうですね、あの先にポチッと予約だけしといていただければぜひ、うん、素晴らしいゲストが、ね、うん、間違いないと思います。間違いないです。じゃあおかわりしちゃいましょうか。おかわりいっちゃう、いっちゃいましょうよ、ぜひぜひ。じゃあ、じゃあいっちゃいますよ、もう、じゃあ、じゃあいっちゃいます。わかりました。お、in my life and time, so long a song, I'm in a bad ride. I've acted my love on stages with 30,000 people watching, but we
be an honor. I'm singing song for you. I know your image of me is what I hope to be. I treat you kindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Cause we are on our arms singing song for you. You taught me precious secret of truth is holding a pain. It came in from and I was hiding. But now I'm so much better. I need my world all come together. Listen to my melody, cause my love is high. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were at on the ramp singing song for you.
singing in tongue for you. Singing in tongue for you. タジライブのスタジオ、ありがとうございます。ツイッターの方もあずさんかっこいい、それからトミー G さんエロいギターのとかっちょよすぎ、それからあやのフローム沖縄さんは、沖縄から拍手してますと、ありがとうございます、たくさんツイッターでコメントいただいております、ありがとう。あ、ちなみにジョニーさん、ジョニーさん100万円あったらチャーさんにギターを教わりたいんですが、タイジさんだったら100万円で何回ギター教えてくれますかと。え100万円で何回、はい、ギター教えてくれますか、100回とか、100回とか、1回1万ですよ。いやそうか、交通費別多分ベッド出ないですよ。待って、はい、じゃあ10回10回ちょっと待って、分かんないよ、変な質問がおかしいよ、それ何回っておかしいよ、うろたえちゃった、うろたえてますね、うろちゃいました、質問の質問にうろたえております。すいませんでした、ありがとうございます。え、ギターとか教えたことあるの？なくはないですよ。なんかあの教えるっていうか、なんか一緒に弾いてこの曲を一緒にやってみようとか、なんかそういうのはやったことある。イベントでやってましたよね、なんかね、うん。そう、イベントっぽくなっちゃうんだけど、うん、俺の場合は、うんうんうん。なるほどね。そうそう。いや楽しみでございます。今回のこの木曜日のイベントも。はい、そうですよ。そしてタイジさんの誕生日のシアターブルックのアルバム丸ごとカバー企画も、はい、よいしょ楽しみでございます。ちょっとね、もう頑張っていかないとね。ねえ、いや本当頑張っていかないと、ね、年内に車を、そう、年内に車をね、車でございますからね。もう本当ね、あれリツイートしますよ俺は。マジリツイートしますよ。いや自分で稼ぐってことは考えてない。いやいや、もちろんそこが基本ですよ。はいはいはい、もちろんですけど、はい、でもね、うん、なんかそんなね、そんな奇特な方がいらっしゃる、そんな話知りませんでしたから俺。すごい方がいらっしゃるんですね。いらっしゃるもんでございます ね。あるとこにはお金があるってことでございます。貧富の差がね、本当にね、という感じで、はい、ありがとうございました。とんでもございません。あれ、新年 の、うん、あのラボンミュージックは、今週が生放送です。そうだ、ゲストがこれ、タイジさん言ってください。あのこの1月10日に一緒にやるタケちゃんがね、はい、タケちゃんがゲスト、はい、あとスペシャルゲストが用意されてるんですよね。ね、可能性あるよね。ある可能性あるんですよね。またすごい人が来る。また来るんじゃない。予定なんで、ほうほうほう、今週の土曜日ぜひ10時から、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は生放送。生放送。高校期待ということで。高校期待。はい。はい。というわけで、はい、今年もじゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。いやいや、なんだよ。いや、なんか3人揃うといいなと思って、ね、これやっぱいいね、安定感があるよね、うん、安定感がある、ね、安定感がずっしりしてる。ずっしりしてますね。そうなの、少々のことでは壊れない、ね、壊れないですね。何が来ても多分今大丈夫ですよ。大丈夫。これ結構やっぱ強いよ。あ、強いと思います。強い強い、やっぱ三角形というのは一番いいんですから、これねえ、これ安定してますから。いや本当そうだよ、はい、うん、よかったよかった。いや中塚はもう何年目になるんでしょうかね。何年目、今年でね、13、14、15、16、17、18、19だから7年目。7年目という7になりますけど、そう、0歳の子が7歳で、そうですよ、上がっちゃってですよ、ね、すごいね。で今年、去年からね、阿波の国も増えましたんで、ああもうそうですよ、もう大変なんですよね、うん、大変、まあ大変、前回は大変でしたけど、まあでもすごくね、できます、あの意味のあるね、だあのデーブも徳島も遊びに来てください。ぜひ、あ、ぜひ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 遊び来てよ。あのバンド、うん、なかなか面白くて好きでしたよ。あの阿波踊りのやつでしょ。阿波踊りバンド面白いでしょ、面白い面白い。あれね、ちょっと頑張り、あの近々この寒いシーズンにレコーディングしようと思ってから、うん、やります。大人数でしたよね、でも ね、あれね、そうなんですよ。だから中坂の時はそうだから、海外ツアーとかを考えるとね、ちょっとあんな人数では無理なので、そのちょっとね、デーブさん入っちゃうんじゃないの。踊る踊る混ざって分かんないよね、誰もね。分かんない。なるアメリカツアー、あ、そうか、デブが連れてってくれたら、あの、あ、MC とか通訳も全部、 MC 通訳で、しかもメンバー案内で、あ、素晴らしいな。ほら、あ、じゃあ、あのお願いします。それすごいですね。もうそんな決まりでいいんですか。いや、あの正式加入、あのあれ振り付けはしますよ。お、振り付けはもちろん。デブさん、どうですか、加入。いやいや、ぜひ、お、
1月10日木曜日ですよ。キャッチャーダイナマイト、そして1月26日はシアターブルックということで、ブログの方ぜひチェックしてください。ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。